アガルトアカデミー講師の中山雄介です。この動画ではですね。はい、測量士の資格をお持ちの皆様に土地家屋調査士試験いかがですか？というですね紹介の動画をやらさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、測量士え持っていますと。実はですね。この上のタイトルに書いてありますけれども、土地下浴調査士試験の午前の試験こちらの免除を受けることができます。 まあ測量試験ですね、あの取ったあ場合は午前が択一午後は記述だったわけですけども調査士も午前午後ありまして、えー、午前も午後も両方とも択一と記述があの入っている、うん、そういうです、ね、立てつけの試験になります、えー、それのですね、午前が丸々免除になりますので、えー、測量誌試験のですね、まあ、もし午前が全部免除になったら非常に大きいですよねあのそういうですね、アドバンテージがあるということになります また、食糧試験非常に難しい試験ですので、まあ、あのですね難関試験勝ち取った皆様でしたら、まあ、それをです、ね、勝ち取った時の学習習慣、うん、こちらがありますので,、えーですね、あの調査試験も難関資格なんですけども、まあですね、あの本当にゼロからあの国家資格やってない方が調査試チャレンジするよりもです、ね、アドバンテージがあるということになります。 また調査士といいうのはいわゆる法律資格になります測量士もあの測量法とかやりましたけれども調査士の方はですね民法不動産登記法土地学者法と民法とかですね聞いたことあると思いますけれども本当にあの法律ガチガチの法律を学習していくそういうことになります。 ですので全く新しい分野をやることになるわけなんですけれども、まあ、先ほど言いましたですね学習習慣学習経験こちらを生かすことができるかなというふうに思います。また調査士というのはいわゆる司業侍業ですねの一つなんですけれども数ある国家資格の資業の中でも独立開業に最も向いている資業というふうに言われます。でですので まあ、あの今ですね測量の会社にお勤めの方もいらっしゃるかと思うんですが調査士になりますといわゆる自営ですね自分の例えば私中山だったら中山事務所という事務所を開設してそこでお客さんを入れてお客さんに成果を渡していくというあの自営業ということになりますなので独立とか開業こういうものにですねご興味がある方は土地価格調査士非常に魅力的です 向いているということはいわゆる経営的にですね非常にやりやすい資格ですですのであのいわゆる陶器これが調査士の仕事になるんですけどもそれと公共測量測量業ですね測量士の資格も生かして調査士と測量士両方でですねあの仕事をされている先生こちらもたくさんいるということになりますまた午前試験調査士の午前試験免除になるのは調査士の午前試験っていうのはいわゆる測量なんですね 測量の知識を問われるとなので測量士を持っていれば測量の知識あるだろうということで免除になるわけなので調査士の実務においても測量というのは非常に大きなウェイトを占めますですので皆様の培ったですねその測量技術これは測量士としてだけではなくて実は調査士の方でもですね実務に大いに活かすことができますなのでなんかですね本当に新しい資格を取るというよりは まあ今持っている知識とか経験技術これを生かしてまたですね別の資格を使ってまたあの業務をすることができると、まあ、そういうイメージを持っていただければというふうに思いますはい以上です。